どうも、なおちんです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はいつもとは違うスキル構成で挑戦してみようと思います。スキルはこれ。起死回生の力、特殊技強化、本気バースト強化、獅子奮陣、ヒーローの力。ここまでは一緒なんですけども、小覇を抜いて、覇王の力を入れてます。覇王色の覇気が 1.3 倍ぐらいダメージが上がります。で、もちろん、覇王色の覇気を入れてます。では、行きましょう。白ひげですね。白ひげは、ブレイクの力が強いので、小覇はまあいらないかなということで抜いてます。うん。で、覇王色の覇気ね、俺結構好きなんですよね。なので、まあ、そこまでね、劇的にダメージ変わるわけではないんだけども、まあそれでも 1.3 倍。かなりのダメージアップにはなるはず。OK。で、体が大きいので、最初の HP 減らし、ここがね、他キャラよりも早く済むので、まあタイムアタックには向いてるんではないでしょうか。赤になったらスタートしますね。OK。いいんじゃない？あー、もうちょい。さすがに HP が増えてるんで、そう簡単には赤にはならない。でも次でいけるか。よし、OK。もういいか？いや、ダメだ。よし、OK。ちょっと待って。OK。うそ、倒しきれない倒しきれない。まだちょっと、あ、そうか、あれだ、ヒーローの力が発動してなかったんで、そこまでなかったのか。あ、そうか、本気バーストもしてなかった。おーい、オッケー、ちょっと待って、バーストしたローはめんどくせえ。よし、いいね。このヒーローの力が入った状態でガシガシいこう。 OK、 いくぞ。ジェイ、ミホークまで一緒に行きたかった。ジェイ、よしよしよし、最後の一押しにマジで持ってこい。よっしゃ、どんどん行こう。ちょっとここで一度仕切り直す必要がある。ゲージを少しでも溜めながら行きたいね。よし、全部溜まった。それが OK の力か。で、覚えとくぜ。切り替わりの時に本気バースト。で、行くぞ。よっしゃ、おお、ちょっと待って、一気にいけた一気にいけた。ちょっと待って、覇王色じゃなかったけども一気にいけました。いい感じ。どうだ、これで一撃でいけるはず。 OK、 ちょっと待って、ガープ倒した？倒してないよね。最後の一押し、オッケー。で、回復は取らずにね。大きいからね、回復取っちゃう可能性がね、結構あるんだけども、取らずに行こう。正義は滅びんぞ。よし、オッケー。切り替わりの時にしっかりとバーストを入れていきましょう。いいね。そんなに死にてえか。ヒーローの力はちょっと切れそうだけども、あぶねあぶねはい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 。いや、これ覇王色っていうか違う技の方が強えな。どうだ、おっしゃ、でも倒した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 、いいぞ。 OK、 でここまで倒したい。倒せるね、ナイス。ディーチ、おお、いけた、いい感じ。で、ここエース、倒したい。おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ、待って、いけた、めっちゃいけた。ちょっと待って、全部いけた全部いけた全部いけた。OKOKOK、 おっ、OK、
なるほど。んで、こっち出る前にゲージ全部貯めたい。貯まるね。よし、ちょっと待てよ。オッケー、危ねえ危ねえ危ねえ、ナイス。すんごいいい、すんごくいいよ。よし、オッケー。おお、すっげえいった、すっげえいった、すっげえいった。え、サボ倒した。え、あとどこ？あ、シャンクスいるね。誰を倒したかが全く分かんない。でも全部倒しきったな。なんか倒しきった。うん。結構早かったんじゃない？4分52。まあ、そこそこ早かったんではないでしょうか。で、これ、覇王の力が、めちゃくちゃ良かったかっていうと、そうでもないっすね。うん。でも、最後の一押しに使えたりもしたので、悪くはない構成ではないでしょうか。はい。ということで、今日は覇王の力を使った覇王色の覇気で、行ってみました。めちゃくちゃ強いわけじゃないけども、そこそこいいです。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。